腹巻きを正面から見た図。腹巻きを後ろから見た図。背中の部分が縦に分割されているのが確認できる。腹巻きは日本の鎧の位置形式。腹巻きは鎌倉時代後期頃に簡易な鎧である腹当てから進化して生じたと考えられている。徒歩戦に適した軽便な構造のため、もともとは主として下級の徒歩節により用いられ、 兜や袖などは付属せず、腹巻き本体のみで使用される軽武装であった。しかし、南北朝時代頃から徒歩戦が増加するなど戦法が変化すると、その動きやすさから次第に、気上の上級武士も着用するようになった。その際に、兜や袖、行用などを具備して重装化し、同時に紐の色を増やすなどして、上級武士が使うにふさわしい華美なものとなった。 南北朝、室町期には、銅丸と共に、鎧の主流となるが、安土桃山期には、東西具族の登場により衰退する。江戸時代になると、装飾用として復古町の腹巻も作られた。なお、現在、腹巻と呼ばれている背中で割れる形式の鎧は、もともと、銅丸と呼ばれていたものであるが、室町時代後期から、江戸時代初期頃までにその呼び方が取り違えられ、 現在に至る。兜や袖などを備えた腹巻きを鎧に比べて、軽量で簡便な作りであり、腰部が細く、体に密着し、腰から下を防御する草刷りも細かく分かれているため、足さばきが良く、銅丸と同様に徒歩線に適した、動きやすい鎧である。革製や鉄製の小板を糸や革でつなぎ合わせ、着用者の胴体を覆い、背中で開閉する作りとなっている。 背部は重ならずに隙間が開いているため着脱に便利で着用者の体型により調節もできたが隙間部分は防御されないのが弱点であったこの弱点を補うため室町時代中期になると背部に、にイ板とも呼ばれたと呼ばれる部品が主として高級な腹巻きにつけられるようになるまたイ板の登場以前には背部左右の押し付け板につけた間に 袖の糸口を結びつけていたが、聖板に袖の糸口を結びつけるための揚げ巻き付けの缶を取り付けるようになった。初期の腹巻きは本体のみで着用されていたため、袖や行用を取り付ける装置はない。機上の上級武士が着用するようになると、兜や袖、行用、灰立てなど、胴以外の部分を守る部品を具備して用いられるようになった。付属する兜は、 筋兜が多用された。一般的に、銅の縦上げは、前後とも2段、長川4段、草刷りは5から7まで、前面に1軒、左右に2から3軒が配置される。草刷りは、南北朝時代に5軒から7間に増え、室町時代に入って75段下りが定型化した。銅丸の草刷りが偶数なのに対して、原巻の草刷りは奇数となっている。 鎌倉時代後期以降、薄べ川などでうと草釣りを包んだ違法のものも多くなる。室町時代後期には、板物やカルタ金星のものも作られた。ありがとうございます。